今日からヒットマン第7話、重吉、二重生活にピンチ到来、新興勢力減る。嵐の相葉雅紀が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ、今日からヒットマン、夜11時15分の第7話が8日に放送される。相葉雅紀主演、今日からヒットマン。本作は、2005年から2015年まで、週刊漫画娯楽、日本文芸社にて連載された漫画家、美宇宏によるガンアクション漫画の最高傑作を完全ドラマ化。平凡なサラリーマン稲葉重吉、相葉、が、ある日突然、数奇な運命に翻弄されて伝説の殺し屋の名を継ぐことに、やり手サラリーマンの営業スキルを駆使して、数々の窮地を乗り越えていく重吉のドタバタの日常に加えて、ハードボイルドな犯罪劇の要素、手に汗握らせるガンアクション、そして家族愛と、見どころがたっぷりと詰まったアクションコメディドラマとなっている。相葉のほか、山本舞香、深沢達也、スノーマン、本刈谷結花、本田力、筧利夫、勝村政信が出演する。今日からヒットマン、第7話あらすじ。闇の組織、コンビニ、のヒットマンである加藤、矢作勝、をはじめ、関係者が次々と何者かに襲撃されることに。本部長、将軍、小沢仁志も、この事態に苛立ちを隠せない。一方、稲葉重吉、相葉、栃夏、山本、コンビニ、アルバイトの金髪、小牧根葵太は、ある組織に集金に出向くも、簡単だと思われていた取引は難航。重吉は相手のボスと、一発だけ弾の入った銃をこめかみに当てて順番に自ら撃ち合う、ロシアンルーレットをやる羽目になるのだった。また重吉は、EG フードの部長、遠藤保、勝村、から、ある重要なプロジェクトを任される。重吉は妻の美佐子、本刈谷、ら家族を喜ばせるべく、サラリーマンとして仕事に邁進することを誓うのだが、そんな矢先に、丸メガネ、筧、キノコ頭、本田、から連絡が。現在、コンビニを襲っているのは、百均と呼ばれる新興勢力で、創設者はなんとあの顎、岩永ひひお、だった。しかも、強力な殺し屋であるマンモス、武蔵、とタッグを組んでいて、やがて、重吉に、いつ何時、あなたに火の粉が降りかかるか、と心配していた丸メガネが、百均、に拉致される。同時に、会社の重要プロジェクトのプレゼン日も前倒しになって、重吉はまたもや、ヒットマンとサラリーマンとの二重生活の狭間で、大ピンチとなるが、コンビニ、VS 百均の全面戦争の行方は、そして、ヒットマンとしての才能をさらに開花させた重吉に、マンモスの影が忍び寄って、